球団平均観客動員数ランキング。1試合平均入場者10日現在、阪神4万836、巨人3万7853、ソフトバンク3万5594、 DeNA 3万2019、ドラゴンズ2万9752、広島2万8365、ヤクルト2万7547、オリックス2万6655、日ハム2万6197、ロッテ2万5079、西武1万9956、楽天1万8293。ジャタで考えろ定期。ユース予想。セーブと楽天以外まあようやっとる。セーブ抜かれたのか。ユースすごいな、人気球団やん。巨人中ニドラ楽天セーブ以外はもう限界値だろ、これ以上増えないやろ。ジャタが後か言われるけど甲子園なら5万でも埋まりそう。この手のランキングは収容率も記載してほしい。毎日満席でも4万なんて入らない球場も多いし。キャパ考えたら上位球団抜いたらロッテが一番いいのかな。大昔のパワー観客動員1000人の試合とかあったんだよな。オリックスはもうこれ以上無理やろ。